はい、今日なんですけども、まあ、ちょっと豊中のね、店舗工事をやったんですけども、面白いね、推薦があったんで、ちょっとつけてみました。可愛くないですか、これ。可愛くないですか。あ、ゾウさん。ですね。はい。こんな推薦があるんですよ。で、メーカーって言ったら、拡大さんの、拡大っていうメーカーのね、推薦なんですけども、これめっちゃ可愛くないですか。めっちゃ可愛いですね。はい、これどんな感じだったら、この帽子をね、はい、こうやってひげとね、鼻から出てくるんですか。あ、そんな真面目にやられてた。じゃあ、おもろいですか。ちょっと可愛いかなと思って、はい、つけてみたんですけども、はい、結構、かくだいさんね、いろんなね、推薦とかいっぱい出してるんですよ。うん、で、ちょっと他のやつも、いろんな推薦を、またぜひね、紹介できる時が来たら、また紹介していきたいと思います。実際ね、これつけたんですけど、ベッドリフォームするんで、こんな感じで、やったのと、はい、もう一個。これね、これ可愛くないですか、これ。これも拡大さんのね、はい、推薦なんですよ。で、これ陶器なんですよ。色可愛くないですか、これ。これ。ね、こういうね、拡大さんってこういうね、推薦をね、結構出してるんですよ。で、さっきのゾウさんといい、こういうね、ちょっとなんていうか、花びらみたいな、はい、色もね、ちょっとポップな感じで、うん、そうね、いいですよね。なかなかおしゃれですね。はい、こんなね、推薦を結構頑張って、ちょっとなんていうかな、まあ、だからよそのメーカーと違う、はい、特色を出していくために、拡大さんっていうメーカーは、こういう推薦とか、ゾウさんの推薦とか、他にもいっぱいあるんで、はい、まあ、インターネットのね、なんていうかな、デジタルカタログで見てもらったら、結構いろんな推薦あるんですよ。ぜひね、見ていただくだけでも面白いので、まあ、もしね、取り替えしたいなって思ったら、我々の DIY のね、推薦を交換してみたっていうのをね、やってみていただいて、どうしても困ったらね、またね、我々言っていただいたらいいかなと思います。はい、ちょっとね、今日はそんな感じで推薦の紹介でした。ありがとうございました。